平野紫耀、ネット限定ドラマ界の新生。奥オファー殺到の飛べタレントたちに注目。滝沢秀明社長の戦略が実を結ぶ、地上波を凌駕するネット限定ドラマルーム。始まりのネット限定ドラマルーム。近年、テレビドラマの制作枠が爆発的に増える中、ネット限定ドラマもその勢いを見せています。 地上波と変わらない予算とフクオリティで制作されるネット限定ドラマに注目の俳優たちが続々と出演しています。特に芸能事務所、トベに所属するタレントたちの人気が急上昇しているといいます。ネットフリックスでは5月にサンクチュアリー、生意気、6月に離婚しようよ、そして7月には見たらしか炎上するという。 地上波ドラマを超えるスケール感を持ったネット限定ドラマが次々と配信されました。特に、離婚しようよ、では、元ジャニーズの西木亮が主演を務め、久々の姿を見たファンたちから熱い反響を呼び起こしました。注目のキャストが飛べ、タレントたち。このネット限定ドラマブームにおいて、特に注目を浴びているのは、芸能事務所、飛べ、所属のタレントたちです。 とべ、所属タレントたちは、地上並みではなかなか出演機会が得られないものの、熱狂的なファンを抱えています。そのため、彼らを主役に据えたネット限定ドラマは、多くの新規入会者を引きつけることができるのです。ひときわ輝く存在として、元、キング、リンチェプリンス、平野仕様が挙げられますマックス。平野仕様は、 ジャニーズを退場した後も多くのファンに愛され続けており、彼を主演に迎えるネット限定ドラマは数千万規模の新規入会者を見込めると言われています。複数の動画配信プラットフォームが彼に送るレベルのオファーを送る状況となっているとの情報も入ってきています。滝沢秀明社長の戦略が実を結ぶ。 背景には、とべ、の社長である滝沢秀明氏の戦略があるとされています。滝沢氏は、自社タレントたちの希少性を生かし、ネット限定ドラマ界における地位を確立しようとしているようです。地上並みでは、なかなか主役を務めることが難しいタレントたちを、ネット限定ドラマの主役に抜擢することで、ファンの熱狂的な支持を集めているのです。 ネット限定ドラマは自由なキャスティングが可能な一方で視聴者に新鮮味を提供する必要があります。一般的な人気俳優を起用するだけでは視聴者が新たに介入する意欲が薄れることがあります。しかし、飛べ、所属のタレントたちは地上並みではあまり見られない希少性があり、それだけでファンたちを引き寄せる魅力があります。 平野市、妖然世界に羽ばたく。幸いなことに、平野市用は海外市場にも大きな人気を誇っています。そのため、ネットフリックスやアマゾンプライムなど、海外展開に強い動画配信プラットフォームも彼にオファーを出しているとのこと。 彼を主演に据えることで、全世界に向けての配信が期待され、日本国内だけでなく世界中の多くのファンが熱心にドラマを楽しむことでしょう。滝沢秀明氏の計算された戦略と、平野紫耀の国内外での絶大な人気が重なり合い、ネット限定ドラマ界に新たなる波を巻き起こしています。地上波を超えるスケール感とクオリティ。 そしてユニークなキャスティングによって視聴者はますますネット限定ドラマに引き付けられていくことでしょう。ネット限定ドラマの未来は明るい。今後も地上波だけでなくネット限定ドラマの制作枠は拡大していくと考えられます。新たな才能を発掘しネットならではの魅力を最大限に引き出すことで視聴者に新たなエンターテインメント体験を提供していくのです。 ネット限定ドラマの未来には無限の可能性が広がっており、ますます多くのファンが夢中になる作品が生み出されることでしょう。